おはようございます、やんちゃです。2021年10月25日の朝です。声がちょっと声が壊滅してますね。いやね、いろいろありましてその声が終わってますけど昨日散歩に行ってきたんですけど、昨日はですね、三鷹ですね。三鷹って結構遠くて秋葉原から総武線でお茶の水まで行って、総武線から中央線快速に乗って、何駅だったかな、結構まあ3駅とか4駅とかでも中央線ってめちゃくちゃ駅間が長いので結構なところまで行きましたねで三鷹になんでとりあえず行ったのかっていうと、なんかまたアプローチをくださるという方が現れましてこれすごいすごい、よこれですね、これをいただきました。2本今1本つけてるので全部で3本になりました。ありがとうございます。なんかわしがアップルウォッチつけて、なんかいいよいいよって言ってたら、神さんも欲しいって言うんで、なんか神さんにもはいあげようかなと思ってまあ神さんはずっとつけるかどうか分かりませんけどね、まあでやってみたいというので、はいいやありがとうございますそろそろ大丈夫かなウォッチはこれそうなんですよね、なんかドドドドドって寄せられて、あっという間に3本になってしまって、ありがとうございます。で三鷹から歩いて高円寺まで行きましたけど、ちょっと家を出るのが遅くなっちゃったので、あと三鷹まで電車で行くのに1時間ぐらいかかるので、なんだかんだで三鷹に3時ぐらいに着いたから、高円寺5時の予定で2時間でちょうどぴったり歩き切るみたいなあんまりその景色を楽しんだりとか、途中の様子をカメラに収めたりとかはできませんでしたけど、なんか活気がありましたね。三鷹から高円寺の間って何があるんだっけ、吉祥寺とか荻窪とかですか。吉祥寺とか荻窪とか本当に人がごった返していて、何か社会の復活を感じましたね社会の復活ね、今日からなんかなんだっけ、飲食店の制限が全部解除ですみたいなニュースを見た気がする。飲食店でニュースをググれば多分出てくるんじゃん。制限全面解除へ。そうですね、飲食店のネット予約が大幅増。いや本当にコロナ以前の活気が戻ってる感じがしましたね。このままいい感じになってほしいもんです。はい、なんか機材が一段落しましたっていう話をいつもしてるんですけど、あのレンズが今16ミリ
のレンズついてますけど、なんか噂によるとこのワイドコンバーターっていうのをつけるとさらに広くなって12ミリになるらしいこの今使ってるレンズに上からカパッとなんかつけるとさらに広くなるらしいので、ちょっとまあ今すぐではないですけど、メルカリでいいのがあったらそのうちポチろうかな。5000円ぐらいだったら出したいただね、これ以上画角が広くなるとだんだんこの場所が特定できるものが映り込む感じになってくるその今この角度で撮ってる理由は、その向こうの方を撮っちゃうとこの場所が分かってしまうので、まあその気になればね分かるんでしょうけどね、特定班みたいなのがねいたらやんちゃクラブ特定班とかいないんで、はい、今のところ大丈夫なんですけどなんですかね、例えばあ、なんかチヌークが通ったとかっていう話をしたら、その時刻にチヌークがどのルートを飛行したかのログを取り寄せてそれを元にこの辺りだとかっていうことができてしまう気がするんですけど、あらかじめヒントを言っておくと、ここは足立区ですそう、もうそれは何度か言ってると思うんで、はい、お分かりだと思いますが、はい、足立区です。久しぶりに西の方に歩いてきましたけど、やっぱり西の方はおしゃれですねあの歩いてて通る店が全部おしゃれな感じで、なんかこういうところに住んでるとおしゃれになってきそうな気がすると思って足立区に住んでるとね、どんどん足立区になってくるのでもう足立区に住んで30年になりますけど、足立区も悪くないもんですよいや実際そんなにね、言われるほど足立区の治安が悪いとかっていうことは最近はないですね。今の区長がですね、警察出身の区長で、もう何期やってるのかな、4期めちゃくちゃ長いんですよね。まあ多分好評なんだと思います。治安も良くなってますし、うん、やっぱりその割れ窓ではないですけど、そのちょっと治安の悪い状態を放置しているとそこからどんどん治安の悪さが広がっていくっていうのはあるので、放置自転車とかですね、あの辺りがおそらくその自転車の窃盗の温床になったりするので、じゃあ放置自転車は徹底的になくしましょうとか、あとこれは効果あるのか分かんないですけど、ワンチャリツーロックとか言って、自転車を取られたくなければ鍵は2つつけましょうってそれはわしはつけてないですけど、2つは1つで十分なんで、ただ何ですかね、そういう姿勢を見せるっていうのが大事なんですかね。
ワンチャリ2ロックやってる方いらっしゃいますかね。あんまり見たことないですけど、あれはちょっと面白いなと思いました。うん、ただそのなんでそんなに自転車の窃盗に関して取り締まりを厳しくしたりするのかっていうと、やっぱりその、まあ、23区内でなんか治安がどれぐらいいいかとか、まあ、そういうことをベンチマークするのに、その刑法認知数かな、刑法犯認知数みたいな数値を使うんですよね。だ刑事事件になった事件の発生件数とかを人口比とかであれですかね、人口で割るんですかねみたいな数値、もしくは面積かな、面積で割ったりとか。そうするとその自転車泥棒もうその刑事事件なので、まあ別に自転車泥棒がね、あの取るに足らない犯罪というつもりは一切ないんですけど、自転車の窃盗の件数がめちゃくちゃ多いだけで、その刑法犯がめちゃくちゃ多いことになっちゃうんですよね。まあ実際そうなんですけど。うん、多分そういうことなんだろうなとは思うんですよね。数が稼がれてるっていうか、だからパッと見てその刑法、ちょっと正確な言葉を見よう。刑法認知数かな、刑法認知件数かな、刑法犯認知件数ですね。刑法犯認知件数で治安の良さとか悪さっていうのを比較するんだとすると、うん、治安が悪いエリアですって言われてるけど、まあ自転車の窃盗が多いんですっていうのと、あの何ですか、暴行とか傷害とか殺人とかが多いんですっていうんではだいぶ意味が変わってくると思うんで、まあ、そういう意味ではどういうふうに重み付けしたらいいんですかね。懲役とか罰金とかが一応その刑の大小を表している数値なはずなので、そういうものをかけたらいいんじゃないですか。わかんないですけど。そうするとね、その罰金5万円の犯罪が、まあ、1万件あるのと、まあ、罰金1000万円の犯罪が1万件あるのとではだいぶ変わってきますよね。だから詐欺とかその特殊詐欺みたいなやつ最近まあよくありますけど、詐欺って結構重いじゃないですか。だからそういうのが多発してる地域とかの方が罰金累計とかは結構高いんじゃないですかね。そうなると足立区とかってあんまりお金持ってる人がいないから、多分特殊詐欺とかの被害って23区では少ないんじゃないかな。世田谷とかの方が多そう、港区とか。特殊詐欺23区別の類あれかな、比較とかは出てこないか。ちょっと今すぐは出てこないですね。市区町村別、うん、ちょっとあるはあるけど今すぐパッっていう感じではないんで、ちょっと調べときましょうか。何が言いたいかっていうと、まあ、そんなに足立区は言うほど危険な街ではないですよということなんですよ。まあ、しかもなんだろう、物価が安いですね。
このマンションが多分墨田区とかに仮にあったとしたら多分倍ぐらいするんじゃないですか。あの、7,000〜8,000万はする気がする。うん。なんでそうなると到底買えないですよね。7,000〜8,000万のマンションって結構都心の方に行くとゴロゴロあるっていうか、ほぼ全てそんな感じな気がするんですけど、どういう人が買えるんだろうっていつも思ってますね。うん。あれかな、パワーカップル。パワーカップルっていう言葉好きなんですよね。力強くて。その、まあ、なんか夫婦で共働きで両方いい感じで働いているから世帯年収が割と高めっていう人たちのことをパワーカップルっていうらしいんですけど、パワーカップルはそのなんだっけ、ペアローンっていう技が使えるんですけど、そのパワーカップルのペアローンは、はい、最強技として知られてますけど、2人の名義でローンを組んでそれぞれがローンを払うというスタイル。まあそうするとそうですよね、シングルローンと比べたら倍のものが買えるってことなんで、8000万でも買えますみたいな。買えます。まあ不動産は、まあ、条件によるでしょうけど一応資産にはなるので、ね、途中で破綻したとしても、まあ、売却すればリセットできるから。しかもあっちの方の高層マンションとかだったらそんなに値崩れしないんじゃないですか。オリンピックまでの間だけ上がるみたいな話がありましたけど、全然そんなことはなかったっていうか、オリンピックが終わっても未だに高いままですね。これからガラガラって落ちてくるもんなんですかね。やっぱリモートワークが増えてきたんで、家の広さとか間取りの需要が変わってきてるんじゃないかなとは思うんですよね。あと都心の駅地下である必要もなくなってきたっていうのもでかいですか。うん。どうなんでしょうね。そう思うんですけどね。あんまり変わってないのかな。やっぱ散歩してると電柱に不動産売りますみたいな。あれっていいのかどうか分かんないんですけど、電柱に広告を出す費用って決まってると思うんですけど、ああいう張り紙って多分許可得ないで貼ってる張り紙な気がするんですけど、大丈夫なんですかね。多分ダメですけど、歩いてると5500万円ですとか8000万円ですみたいな、その地域の不動産の情報が書いてあって、あ、この辺の家ってスッと買おうと思うとこれぐらいなんだって思いながら見てますけど、やっぱ都心の方は激しいですね。一方その筑波とかあっちの方だと結構安いですね。1500万円ですとか。そう、はあ、なんでこんな話してたんだっけ。忘れてきた。
よいしょ。なもんかな。でも今日はもう本当に声が壊滅しててまあむしろいい感じの声という説もありますね。この低くてそう、こういう感じの声の人いますよね。FM とかでおはようございますなんとか FM ですみたいな本日のナンバーはなんとかですみたいなすいませんちょっと FMA アップなのでちょっとよくわかんないですけど、はあ、ああそういえば思い出した FM でラジオって今なんかスマホ全盛っていう感じなのでラジオを聞くにしてもラジコっていうアプリでインターネット回線を通じてラジオを聞くじゃないですか。でもラジオって本来は電波ですよね。で AM ラジオ特に AM ラジオって私昔から小学生の頃から結構聞いてたんですけど、なんだっけな、あこれ AM ラジオの44曲が2028年秋までに FM 化するって言ってました言ってましたっていうか AM ラジオの周波数を解放するんですかね。うん、どうやらそうらしいんですよ。だから7年後とか8年もう6年後とかかな。いやーなんかそうなんだって思って、でこれで何が起こるかっていうと手作りラジオみたいなやつが動かなくなるんですかね。よく夏休みの自由研究とかでラジオを作りましたみたいなのありますけど、あれは大体 AM を受信する受信機を作る工作なので、あれができなくなるんだって思うと結構感慨深いというかあの電源がなくても受信できるとかね、そういうやつを作ったりすることもあると思うんですけど、そういうのも全部なくなっちゃうと考えると結構、ああでも2028年以降はそういう手作りラジオを作るとしたら FM を受信するラジオを作らなきゃいけないんですかね。 FM ラジオの手作りって結構ハードル高かったりするのかな。手作り、ああでもできなくはないのか。ああでもちょっと大掛かりになるのかなあでも一応キットとかはありますね。うん、はいそういう最近見てなるほどって思ったニュースでした。はあ、昨日アップルウォッチでアラームをつけてたじゃないですか。で25分経ったらプルってして、あそろそろ終わりだっていうのができて嬉しかったんですけど、今気づいたけどセットするのを忘れましただから今時間を見てる、今24分ですね。これなんとかなんないですかね。カメラの撮影開始ボタンを押したら連動して Apple Watch にアラームをセットしてくれるような機能を作れませんかね。なんかどうやったらフックできるんだろうそんなフックはない。うーん、どうかな、どうやったら可能かな。
思いつかないな。どうやったら可能か。今これってなんか三脚になるグリップで撮ってるんですけど、そのグリップ自体に撮影開始ボタンがついていて、でこのグリップとカメラが Bluetooth でつながっていて、それで撮影ボタンが動くわけですけど、 Bluetooth をなんか中間にかませて乗っ取るとかできる。そんなにセキュリティガバガバじゃないですよね、 Bluetooth ってね。そんなそう、なんか Bluetooth の信号を盗聴して撮影開始ボタンが押されたことを検知するとか、そんなことができちゃったらやばいですよね。それはセキュリティホールって言うんですよね。なんかもうちょっとアナログな方法でフックするしかない気がしますね。そう、なんかこういうものってそのアクティブにアラームをセットする必要があると大体忘れるんですよね。だからなるべく自動的にいろんなことと連動してオンになるようにしたいところではありますけど、あー、Siri Siri がついてる Apple Watch には、だから撮影開始するときに、おはようございます、やんちゃです、2021年10月25日の朝ですっていうのを、ヘイシリーから始める。意味がわかんないけど、ヘイシリーから始める、それをヘイシリーから始めればこの定型文をSiri に話しかけた時には Siri はアラームをセットしてくれるみたいなのを仕込んどけばいいか。それはあり得る、十分それ割と現実的ですね。Siri は普段切ってるんですけど、そういうのが可能なら Siri をやってもいい気がしてきたな。ちょっと考えときますか。はい、ちょメモっとこう。Siri にアラーム頼む。それはいい気がする。なあ、いろいろやりたいことはありますね。はい。よし。じゃあ今日はこれぐらいにしとくか。はい。じゃあ、バイバイ。